実はもう夜ね、お風呂に入っちゃったんですよね。2月2日はツインテールの日よ。そういうことね。っていうことはみんなそれは明日ツインテールでショールームをした方がいいっていうやつなのかしら。お風呂入っちゃったんですよね、もう実は。さっぱりって感じ今。リップしかしてないだから今日はもういいやと思って。好きになったね、ゆきさん。ちんぷんかんぷん。やっほー。あーちゃんさんとあれか、みゆみゆさんのやつか。出向の MV のイヤリン好き。マジ？ゆうさん、ありがとう。今日から3日間使えるギフト、そういうことか。ツインテールの日の周辺だけってことですね。いいね、かわいいね。ちょっとここ気になる。体調はもう全然平気。うん、今日いっぱいご飯食べたし。そうだよ、みんな今 J リーグのマスコットキャラクター総選挙やってるよね。サンチェ君に皆さん投票よろしくお願いしますね。サンサンサンチェチェチェサンチェ体操ラッタッタサンサンサンチェチェチェサンチェ体操サンサンサンチェチェチェサンチェ体操ええじゃろサンサンサンチェチェチェサンチェ体操。アンヌさんありがとう。ナイスシズさんありがとう。そう、好きなのお札だった。ちさちゃんありがとう。私の部屋テレビないんだよね。テレビないんだよね。でも前回はね、日本すごかったよね。普通にめっちゃ興奮した。めっちゃゴール綺麗だったし。皆さん、サンチェ体操って知ってますか？なべなべタコありがとう。サンフレッチェ広島の公式キャラクターのサンチェくんのね、体操があるんですよ。ハーフタイムに行われる。全然浸透してないので、皆さんじゃあ広めてください、サンチェ体操。ブーブー言ってる。いや、めっちゃサッカー見るよ。サンサンサンチャチャチャサンチャ体操ラッタッタサンサンサンチャチャチャサンチャ体操サンサンサンチャチャチャサンチャ体操ええじゃろサンサンサンチャチャチャサンチャ体操。ハーフタイム今やってないの？サンチャ体操。私の頃はやってたのに。そう、あんまり知られてないからね、みんないっぱい広めてほしい。でもあれ、A メロとか忘れたんやけど、どんなんやったっけ、サンチュ体操。あー、こんなんだったね、懐かしい。懐かしい。そうだよ、石野莉子さん。莉子ちゃん、今、なんだっけ、ど忘れしちゃった。バンドのね、ボーカルやってる子がね、歌ってるんですよ。
翔也ありがとう、タイガーマスクありがとう、伊勢ツイッターありがとう。そう、赤い公園だ、赤い公園のボーカルやってる子がね歌ってるんですよ。今日の前髪可愛いかよ、マジ。お風呂入ったからじゃない、お風呂入ったからかな。津田ちゃんありがとう、伊勢タケポンありがとう、ブンゴさんありがとう。これ疲れるな。ジョロヒゲさんありがとう、これ疲れるわ。なんかあれなんだって、2月2日がツインテールの日だから、それに合わせてあるらしいですよ、限定で。なんかあれだね、ちょっと今日はみんなこのジョルヒゲさん、ツナちゃん、ツイッターありがとうばっかりだから、今日は質問タイムします。朝何食べた？あ、朝はね、あれです。お姉ちゃんがね、買ってきてくれためちゃめちゃ美味しいフルーツサンドを食べたんですけど、もう1個食べただけで気分が悪くなりました。甘すぎて。こういうやつ、めっちゃ映えなやつ買ってきてくれた。セブンのやつが一番美味しい。白玉さんありがとう。明日はツインテールできるかな、この長さで。ということで、まだもうついてたんだ船、すげえ。ディップはこれはこれです、ステイオンバームルージュティントバージョンの01番です。私の部屋ね、テレビないの。そう、サッカー観戦しながらね配信したかったんだけどね、テレビないんだよね。そう、テレビをね私飾り物としてね電源抜いて使ってたんですよ。そしたらママが電源抜くんだったら見てないねって言ってね、私が朝起きた時にはね私の部屋からテレビなくなってたの。しんじさんありがとう。髪の毛のケアは、なんかねめっちゃおすすめなやつがね2個あって、あの1個は今下にあるからあれなんだけど、私が小学校の時から使ってて、めっちゃ髪の毛サラサラになる、もう超ツヤツヤでサラサラになるオイルがあるんですけど、それはまあ1階にあるので、もう1個はこれは薬局とかで買えるやつ、ひまわりのヘアオイル、これはめっちゃいい匂いするしサラサラになるのでおすすめです。このくらい切って、つけてます。これはジェラートピケです。あのずっと私穴の開いたパジャマを着てショールーム配信してたんですよ。そしたらなんかめっちゃファンの人にそのパジャマ穴開いてるよってすごく言われて恥ずかしくて、さすがに新しいやつをもらいました。これはジェラートピケのなんか今新作だから多分置いてあると思う。まだ成人祝いでもらいました。パックさんありがとう、ひでくんありがとう。そう、穴あきパジャマから卒業しました。
ヘアオイルはあれです、髪の毛が濡れて髪の毛を乾かす前にいつもつけてる。サラって言うってことは大阪の人ですね。私のパパも新しいもののことをサラって言います。サラの歯磨き開けていいみたいな言い方をします。私のパパも大阪の人だから。大内さんに似てますか？え、嬉しい。よろしってにゃ。下もしましまっていうか、これは違うの、ワンピースだから永遠にしましまですよ。ワンピース、ヒレポンありがとう。京都でも言うんだ。広島言わない。私のパパはでも言うけど、ママとかは言わない。初めて聞いた。そう、ポケットもある。何に使うんだろうね、ここのポケットは。北海道はあれでしょ、そうだねでしょ。あれですよね、乃木坂の4期生に北海道の子入ってて、なんかそうだねそうだねってめっちゃ言ってた。乃木どこでサッカー観戦したいんだけど部屋にテレビがないんですよ、残念なことに。 YouTube とかで見れないのかな、ライブ見れないか、さすがに。え、見れんじゃん。え、見れるのこれ。これ見れるのかな。YouTube で。え、見れるんだ。え、分からん。分からん、これは。よく分かんない。始まった。ダメなやつだよね、でも絶対これって。ダメだと思います。ですよね、ダメなやつですよね。そうですよね、私もそうだと思いました。諦めを。タケポンありがとう。え、まだ今からキックオフぐらいなんじゃないかな、多分。ちょうど。カラオケボックスでカラオケ配信してほしい。おー、いいよ。最近ね、こっちでカラオケ機能できたからね。昔めっちゃ行ってたんだけどね、カラオケ配信。23時キックオフだって。え、見たいな、普通に。実況配信しようかな、イヤホンつないで。そうだね、まあこれのカラオケができてからカラオケ屋さん行く必要なくなったから行ってないけど、行きたいね普通にカラオケ。見ようかな。黒い先生見た、見たよ、見た。サッカーがちょっと気になっちゃう。サッカー気になっちゃう、めっちゃ気になっちゃう。めっちゃ気になっちゃうよ、サッカー。
況配信にしちゃおうかな。実況配信にしちゃってもいいのかな。みんなサッカーの実況配信しちゃってもいいのかな。実況配信にしてもいいですか。え、ちょっとしよう。みんなでみんなでサッカー観戦しませんか。そうなの、そうなんですよ。ちょっと実況配信にしよう。サッカーが気になりすぎる。そう、お風呂上がりなの。お風呂上がりだよ。そう、なんかすっぴんきょ見よーっと。ちょっと気になりすぎる。これはサポーター番号12番です。そう、誰ユニでもないの。12番なの。これ明かりって入ってるの。代表ユニ持ってないの。タオルはね、代表のやつ持ってたんだけど、ちょっと今見当たんなかった。始まった。ちょ、見よう。気になる。お、格好から入るタイプ。そう、これをね、一回握手会で来た時にね、そう、ガムテープでね、ちょっとエリオンのところ隠さないといけなくってね、そう、一生懸命ガムテープ貼って隠してた。あ、そうだ、松田だ。エディオンじゃなくて松田だ。エディオンじゃないわ。混ざってる。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。